とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はランダムデイリークエストやっていきたいと思います。ランダムで選んだ装備でデイリークエストをクリアするっていうやつですね。では、選んでいきましょう。まず、武器から。武器はね、上から、3番目の真ん中。無知か。おー、いいんじゃない？で、弓が、上から、4番目の、真ん中。おー、いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？うん。で、防具。これが重要。防具は、上から、5番目の、真ん中。ちょっとこれ無理じゃない？いや、なんかすごいのが来たな。なんだこれ。あ、持ってたね、そういえばね、もらって。アーティファクトのクールダウン 40% と、ポーションのクールダウン 40% で、ポーションバリアがついてる。これとんでもないわ。でも251なんだよな。そこがちょっと問題です。きつそう。で、アーティファクトは、上から4番目の1列にしようか。ゴーレムとキノコはいいにして、複製の書か。あー、いや、まあまあ、これで、いきまーす。それでは、行きましょうか。デイリー3ですね。流れ込む魂と、魂4倍ですね。なので、複製の書は使いやすいと思う。で、モブが、追い打ち持ってるんだよね。これがきつそう。で、防具のエンチャント何にしようかな。ここは雪玉がいいんだよ。クールダウンそんなにね、たくさんいらんのよな。でもね、タンブルビーも、まあいいか。羽はないけどもつけていけ。でも、クールダウン入れろ。これでいきます。なるほど。はい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 。なるほどね。これはきついぞ。これはきついな。オッケーオッケー。いやいや、でも倒せなくはない。よし、オッケーオッケー。あ、違う違う。これなんか。いや、いいか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 。ホールはたくさんあるから。ちょっと待って。これダイナモ入ってたっけ？武器は。ないわ。非属性と重力と虚無だわ。とクリティカルか。待って待って。これ、一撃もらったらやられそうな気がするよ。オッケー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 。ちょっと待て待て待て。ちょっと待て。いや、これきつい。タンブルビー。よし、いや、早めにね、矢が欲しいのよ。矢があれば、多分ね、それなりにいける。無限ダイナも使っていける。おい、もうゴーレムやられたの早くね。うん。無限ダイナもで、いけそうな気がするのよね。オッケー。やっぱあれね、よし、クールダウン2つ以上入ってると、だいぶいいわ。やられないでよ、そんな簡単に。追い打ちだからね、食らえばもう速攻でやられるんだよな。よし、OK。なんで、俺も食らわないようにしないと。ちょっと待って。ずるいけど確実にクリアできる方法はある。でもずるいんだわな。これで、行くっていう方法はありますわ。全然余裕でいける。けどもこれじゃちょっと面白くないから、それはちょっとやりません。よいしょ。まあまあ、緊急回避ぐらいの感じで、思ってやっていこう。危ねえ。いや、これ怖いわ。よし。OK。とにかくソウルを多めに貯めて、これ。お前らきついよね。か矢が欲しいのよ。うん。あ、で、キャプテンは、倒しません。これ無理だもん。キャプテンがここで出てきたら、さすがに無理。なんで、洞窟のところは行かない。うん。あれは無理だ。上か。多分洞窟に行けばね、何体かキャプテンいるはずですけども、まあまあ行かないでおこう。はい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 。こういうところはタンブルビーとかで、なんとかしてもらおう。オッケー。あんまり近寄る。あ、どうだ。いや無理か。矢が17発。いや、ちょっと待て待て待て。きついきつい。あ、でも意外とゴーレム持つね。待て。そう、雪玉が優秀。うん、雪玉優秀だわ。やばい。やばい、エリちゃん。ああ、いや、よかった。ちょっと待てよ。エンダーマンをちょっとこれでぶったたきたい。そうすると危ない危ない。おいおいおい、減りすぎ減りすぎ。危ねえ危ねえ危ねえ。めちゃくちゃ減るじゃん。一発でもう瀕死になるぐらい食らうよ。いや、ここちょっと無理じゃない？ここはちょっと無理だって。うん、あのね、武器にリフレッシュついてないのよ。リフレッシュがないとこれ無理だって。うん、やっぱ常にポーションバリア履いていかないとここは無理だ。オッケー、よしよしよし。オッケー。ああ、早い早い早い。ちょっと待って、ゴーレムやられるの早い。待て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 。無理無理。いやー、まあこういう時のためのこれよ。待てよ。強い強い、本当に。やばい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 よやばいよ。ちょくちょくタンブルビー出していってるけども、あ、いやいけるな。これエンチャントなしの敵だったら全然倒せるわ。でもバカ251の防具だったら、いや、ワンパンされるわ。うん、いやいやいや、ちょっとある程度のとこまで抜けよう。ちょっとずるいけども、ちょっとずるいんだけども、これ抜けないと。おいおいおい、ここは無理じゃん、こんなん。いや、これ無理。棒もついてる。とてもじゃないけど倒しきれん。棒がついてると。いや、これずるいなこれはずるい。あ、ちょっと待って、ここにやった、あったあったあった。うん、これでもう透明化はできないんだけども、ダイナモで倒していくか。ちょっと増殖します。矢が137発。まあまあまあ、こっから倒していけばさらに増えるからね。で、オッケーオッケーオッケー。倒せる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 。オッケー、いいよいいよ。これ確か盾持ってるやつ出ないから、いや、出る、あ、出らんか。あいつが出ないってなれば全然いけるの。 OK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 。 うん、 OK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 。 いけてるいけてる。うん、ソールもたまるから、うん、もうこれでワンパンして戦いながら矢をどんどん増やしていけば勝てる。あー、なんかネームのやつがね、出てきたらちょっと倒せなくて、ダイナモが切れるけども、今のところいけてる。あ、ちょっと待って。矢をさ、ある程度増やしたら、これぐらいでいいか。200、これぐらいあれば多分足りるんで、パワーポーションに切り替えるなら確実にワンパンで倒せるんで、いいでしょう。OK。これでいこう。ここ結構きついからね。パワーポーションがあれば、絶対ワンパンでいけるはず。OK、OK、OK。いい感じ。あ、いけてるね。パワーポーションを切らさないように。そうすると、確実にワンパンだろうし。オッケーオッケーオッケー。確実やね。パワーポーションの時間だけをしっかりと管理していきましょう。オッケー。いいよいいよ。めちゃくちゃいいよ。で、やっぱタンブルビーいいね。タンブルビーで、あとゴーレムね。この2人で、タンクで、しっかりと守ってくれてるんで、全然安定してる。この先ちょっとネクロが危ない、出たりするとちょっと危ないかもしれないけども、いや、いけてるよ、いけてる。もうちょいでクリア。 OK。 いやこうなってしまうとちょっと無双状態だな。あ、待って待って、あー、切れちゃった。ちょっと待って、エボーカーで切れちゃったので、ちょっとダイナモ10ぐらいまで貯めます。10貯めればパワーポーションと合わせて多分倒せるはず。10あれば十分だもんね、おそらく。棒は無理か。 OK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 、 いいよ。あとは進みながらソウルじゃない、ダイナモを貯めていく。 OK、 いいね。 OKOKOK、 いいよ。危ねえよ。よし、パワーポーション切らすな。いいね。よし、無双状態無双状態。あう OK これはいい。よし、あ、もういけた。はい、まあ旗はね取らなかったけども。おい、ちょっと待て、無理だ。霊気がいるからちょっと急いで先には進めない。あ、でも倒しきった。倒しきったよ。はい、クリアできましたね。今日は、ランダムで選んだ装備を使って、デイリー3をクリアしてみました。いけるもんすね。まあ、相性が良かったよ。爆縮のクロスボウの無限ダイナモを使って、で、複製の書をうまく、使いこなせたっていうところが大きいですかね。あとクールダウンが、2つついてたっていうのも、でかかったか。あと、タンブルビーと雪玉も良かった。本当に。どうしようかと思ったんですけど、意外といけましたね。いい装備でした。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。